山梨県総合交通センター。山梨県総合交通センターは、山梨県警察が管理する唯一の運転免許、試験場である。かつては、旧八田村に運転免許センターがあったが、老朽化し、施設拡張も困難になったため、2006年3月5日、現在地へ移転新設された。山梨県南アルプス市下高百825番地南アルプス市に、 鉄道は通っていないため、バスもしくは自家用車によるアクセスとなる。以前は、甲府駅から竜王新町経由で交通センターへ向かう31系統があったが、南アルプス市、コミュニティバスの運転開始と前後して廃止されている。また、南アルプス市のコミュニティバスも2013年3月に一旦廃止。2015年10月に市内のみを循環し、 交通センター前に停車するコミュニティバスが運行開始されるが、山梨交通との接続はいいとは言えない。南アルプス市、コミュニティバス後号車張った若草線は竜王駅と東花輪駅を結ぶ路線である。1日4を往復と本数は少ないが、JR 中央本線、JR 三延線とは10分から20分以内での乗り継ぎができ、接続は良い。 その際写真は600円で撮影してもらえる。執行した免許証、本席地記載の住民票、印鑑が主に必要となる。12時40分50分に竜王駅からタクシーに乗れば、受付時間に10分間に合う。周辺にはセブンイレブンやファミリーマートなどのコンビニエンスストアがいくつかある。運転免許証の更新や再発行、学科試験、停止。 取り消し処分者や初心者向けの講習など、正面玄関を入りすぐ右側に交通安全の勉強や運転シミュレーターなどが体験できる場所がある。ありがとうございます。